第3試合、マリオカート対決。急に始まった。この動画は後編だ。前編をまだ見ていない人は、ぜひそっちから見てくれ。概要欄に前編のリンクがあるよ。というか、マリオカートということは、やっぱり、赤コーラとかあるわけだよね。いや、ない。先に3周した方の勝ちだ。わかった。じゃあ、そろそろスタートしていいか？もう行っちゃうの？ああ、動画尺もあるからな。でもチャンネル登録だけは忘れずにな。尺はいいの？この動画から650人増やすことを目標とするぞ。尺に配慮して早口で喋ってる。高評価は3000件が目標だよ。わかってるじゃないか、カエモン。俺がこのスイッチを押して、TNT が爆発したらスタートな。わかった。ルールは？なんとなく後で説明する。じゃあ行くぞ。どんとこい。よし、スタートダッシュが決まった。僕はダートにはまっちゃった。俺もはまってしまった。全然制御が効かなくて難しい。木ブロックのところから全然抜け出せない。カエモンは、逆走している。僕も抜け出せなくなっちゃった。よし、抜け出せた。カエモンを先。ああ、博士ー、待ってー。頑張れカエモン。なんとか抜け出せたけどあのコーナーがやばい。落ちたらどうしたらいいの？通り過ぎたエメラルドのゲートからリスタートだ。って言ってたら落ちちゃった。ははは。どんまいカエモン。で、この滝登りゾーンなかなか難しいんだ。ボートで上に登って、インベントリにある他のボートを、上のコースに設置してそこに乗り移らなければいけない。何それ、難しすぎる。やってみたらそんな難しくはないんだが、俺みたいに遠くにボートを置いてしまうと、飛び移れなくなってしまう。やべえこれどうしよう。博士はそこに留まっておいてよ。僕がすぐに追い越すからさ。カエモンの分際で生意気な。そんなひどいこと言わないで、やっと僕もここまでたどり着いた。追いつかれてたまるか。博士発見、これで追い抜いてやる。やべえカエモンにすげえスピードで追いつかれた、と思ったら同じところでハマってやがる。もう、これ嫌だよ。よし、これで抜けれた。でもカエモンには先を越された。失敗しろ、頼むから失敗してくれ。あいつ落ちたんじゃね？あーれー。あいつ一回耐えたのに落ちてった。そうなんでー。じゃあカエモンくん、お先失礼するよ。博士も落ちてー。落ちるか。てかさ、僕気づいちゃったんだけどさ、いかに速く走るかより、いかに安全に走れるか競う競技になってるよね。それについては間違いない。でも俺はカエモンが落ちたところを超えたぞ。また追いかけなきゃ。まあもうこれで追いつかれることはないだろう。まだ3周もあるからわかんないよ。もう博士がどこまで先に行ってるのか、全く見当もつかないよ。と、思ったけど全然見えてるね。まだそんなに離れてない。また落ちたー。この勝負は余裕だな。カエモンが落ちている間に、俺はもうすぐ2周目に突入。あのバカは放っておいて、俺が先にゴールしてやる。まだ安心するのは早いよ。一瞬で博士を追い抜ける位置に入るよ。ははは、やれるものならやってみろ。スタートの隙間に挟まってたのは内緒な。それより見てくれ左画面。この斜めの道をギザギザは、してない。超、エキサイティング。ネタがごちゃごちゃだよ。階段を下った先の壁がない場所だ。博士、落ちろ。そんな簡単にはいかないぞ。慎重に通って、華麗に突破だ。魚じゃん、料理済みじゃん。でも次は博士の苦手な滝だ。落ちて、取れ高だよ。うるさい、その言葉には惑わされない。じゃああれー。博士があさっての方向に飛んでいった。今だ、やべー。カエモンに抜かされる。木材ダートに引っかかりつつも、慎重に、ゆいーん、へーんだ。くそ腹立つ。今のうちに差をつけよう。正直今のロスはめちゃくちゃ痛い。でもさっき僕ここで落ちてるんだよね。取れ高。うるさい。絶対落ちなーい。あー目が回るー。いいぞそこでじっとしてろ。とか言いつつここを抜けれない。一回ここを抜けたらあの木のゾーンに行こう。ここに入れば、そこから直進できるはず。よっしゃ、ここからは楽勝。うわ。なんかあいつ攻略法見つけてんじゃん。ここのゾーンに入っている間に、どんどんカエモンに引き離されていく。もうこれは博士追いつけないんじゃない？いやまだ勝負はここからだ。絶対無理だって。うん、なんか俺も無理な気がしてきた。やった。博士が落ちてる。これはもうダメかもしれない。博士が悟っちゃった。動画的にもまだ諦めないで。ここ落ちずにゴールするの無理では？その間に僕は3周目に突入。もうこれで博士に抜かされることはないでしょ。まだだ。まだ終わっていない。はっは。抜かせるもんなら抜かしてみろ。くそー。カエモンごときに、そんなひどいこと言わないで、難なく滝登りゾーンに来たよ。これ博士苦手だからまた差がついちゃうな。お前も失敗する可能性あるからな。そんなわけないじゃん。このゾーンは一度も失敗してないからね。それはどうかな？うわ、ボートがいっぱい。ははは、
かかったな。えへん？でも簡単に行っちゃうもんね。それはお前卑怯じゃないか？だってこうするしかないじゃん。早く行かないと本当に追いつけなくなる。やばい、早すぎる。こういう時に限ってめっちゃ引っかかる。それはさっきから引っかかってたよ。3周目もこの木材を利用して、落ちずに耐えたよ。しまった、左画面は飛ばしすぎた。もう諦めて先に降りちゃった。速度違反を感知しました。安全を心がけましょう。じゃかましい。そんなこと言っている間にもうゴールだよ。あ、ちょっと待って、どっかで落ちてくれ。ごめん、もうそんなゾーンは過ぎたんだよ。ほら、取れ高取れ高。だから落ちる場所はないんだって。ゴール、マジで？もう、遅いな博士。うるせえ。うわ本当だ。もうあいつゴールしてやがる。早くここまで来てよ。終われないじゃん。くうあいつ調子に乗りやがって。あともうちょっと頑張れ博士を。ゴール。悔しいが第3試合はカエモンの勝ち。やった、これでまた僕がリード。悔しいがカエモン早かった。では次の試合へ行こう。片方が隠した怪しい砂と砂利を普通の砂利と砂から探す競技だ。砂と砂利はそれぞれ10個ずつ隠してくれ。探す時の制限時間は2分だ。見つけた怪しい砂利と砂の合計が多かった方の勝ちだ。あいあいさあ、俺からまず隠すから、カエモンはどこか違うところに行ってくれ。オッケー。さっきのマリカで遊んでるよ。どこに隠そうかな。早く隠してよ。よし、こんなもんでいいんじゃないか？お、いけた？ああ、こっちに来てくれ。鐘の合図でスタートさせるぞ。鐘が鳴ったら探し出したらいいんだね。そうだ、制限時間は2分。じゃあ、用意どん。まずブラシを取って、うわぁこれ全然わかんないかも。ははは、全部同じに見えるな。もっとわかりやすく違いが出てないと。頑張れカエモン。全然見つけられないまま、時間がめっちゃ経っちゃう。これ、博士はどこに隠したかわかってるの？当然だろ、全くわからん。覚えてないんかい。あ、ワンちゃんこれそうなんじゃない？いや、それはただの砂利だな。え、待って本当にわからないんだけど、そう当たりしていくしかないのか？あ、それは多分そうだな。取り出すのに時間がかかる。あれ？これだったみたいだけど、アイテムは出てこないね。そういう仕様だ。だけど、それは怪しい砂だから大丈夫だ。オッケー、どんどん行こう。どれが怪しい砂かわかったら、次のものもすぐに見つけられるね。ああ、でも砂利の方は難しいかもな。砂利は半分諦めてるよ。てか待って、なんでカウントのフォントが尖り手なの？例の時はわからなかったけどいかついよ。まあまあいいじゃないか。これで三つ目だな。あ、これひょっとして砂利なんじゃない？おお、やっと見つけたか。これで砂も砂利もわかった。よし、これで4個目。カエモン、このペースじゃきついんじゃないか？うん、もうこの競技自体ちょっと諦める感はある。そんなこと言うな、面白くなくなるだろ。さっき博士も諦めてなかった？よっしゃ、これで5つ目。1個見つけるにのみ時間がかかるな。最初のロスがかなり痛かったんだよね。これはなかなかきついかもしれない。あわわわわわ、間違えて操作外しちゃった。いい時間ロスだな。ちなみに上から見てみるとこんな感じだ。マジで取れ高も倍も何もないぞ。比較考えたの博士でしょ？さあ手残り30秒だぞ。やばいやばい。地味な癖して難易度だけ高い。地味とか言うな、地味とか。博士だって取れ高ないって言ってたじゃん。そんなことより大変だカエモン。え？何？どうしたの？残り20秒話すことがない。そんなのそっちの都合でしょ。最近思ったことでも話そうかな。ねえ僕まだ頑張ってるんだけど。さすがにそれはひどいから。ああよかった、わかってくれた。新年明けましておめでとうございます。1日の動画のど頭で言ったじゃん。とようやくここで残り5秒。とても長い道のりでした。これだけ間に合い。はーい終了。じゃあカエモンくん、合計はいくつだ？11個でした。カエモンの記録は11。じゃあ次はカエモンが怪しい砂と砂利を隠してくれ。あいあいさあ、隠せたよ。じゃあ、カエモンが鐘を鳴らしてくれ。オッケー、じゃあ行くよ。用意どん。さあ、カエモンくんはどこに、怪しい砂と砂利を隠したのかな？ふふ、博士。僕の作戦を見抜けるかな？作戦なんかあるのか。見抜けなかったら僕の勝ちだし、見抜けたら僕の負けだよ。まあそうなんだろうな。まずは一個砂利を発見。このすぐ近くにも怪しい砂利があるな。うわ、これはやばいかもしれない。よし、これで2個。今のところ順調だな。そんなこと言ってられるのも今のうちだよ。あ、もう一個こんなところにもあるじゃん。え、ちょっと早すぎない？ははは、これで3つ目だ。もうちょっと手加減して。てか待って。カウントの数字が変わってる。これは、お勤めフォントだ。なんでいちいち変えるの？ほい、これで4つ目。あ、これは違うのか。ってことはこっちの方かな？あ、これだこれだ。よし、これで4つ目。とはいえペースだけならまだ負けてない。僕の策略が功を奏してるね。一旦どんな作戦なんだ？砂が見つけられてないね、博士。そうなんだよ。全くどこにあるのか。ってなんだここは。あ、ちょっと待って。ここに10個砂があります。見なかったことにして。いやーそういうわけにはいかないんだよカエモン。え、マジ？
やっちゃうの博士？いやだって見つけちゃったものは仕方がない。いいの博士。秘密ばらしちゃうよ。あ、お前精神攻撃が作戦だったのか。ばらしたらお前の晩飯は、明日からかき氷だけどいいのか？それだけはやめて、こんだけ寒いのに。じゃあおとなしくお前の負けが確定するのを、そこから見ておくんだな。見るに耐えない。試合終了です。はい、俺の結果は15個、開門はたったの11個だったので、第4試合は俺の圧倒的勝利。自分が勝った時だけそういうことして、これが俺の特権だ。じゃあ次の試合へも、ここまで開門と俺のポイントは2対2、そしてこれが最後の試合だ。最終試合は、ゾンビの大群と戦って、どれだけゾンビにダメージを与えられたかを競う。ダメージ量は、武器の消耗具合で判断する。鉄装備をつけて、エンチャント付きの木の剣で戦ってもらう。空腹を回復するための肉を食べてもいい。やられてしまったらそこで終了だ。オッケー、早速やろう。僕から言っていい？よし、じゃあ中に入ってくれ。ちょっと不具合があったけど用意どん。もう始まってるの？ああ、頑張ってくれ。逃げながら攻撃しないとすぐ負けるぞ。こんなの勝てるわけないじゃーん。子供ゾンビが一番怖い。ははは、足が速いからな。攻撃が全然当たらないよ。ヒット&アウェイを心がけろ。ここまでたくさんだとは正直思わなかった。ははは、まだまだ出てくるぞ。これはさすがに地獄。頑張れカイモン、お前ならできる。もう笑ってるじゃーん。そりゃこんだけのゾンビに追っかけられてる。カイモンを見てたら面白いに決まってるじゃないか。でも次は博士がこれをやるんだからね。わかってるさ。あ、でも一つ目の剣の耐久がもうちょっとで減る。おお、いいじゃないか。その調子だ。そろそろ一本目が終わる。よし、終わった。はわは、まあ二本目はきついんじゃないか。ここからバカ力で耐えるよ。カイモンだけ野生だから、若干体力が高いなんてことはないよな。マイクラの世界はみんな一緒。うわーでもこれはさすがにヤバいかも。端っこに追い込まれた。まだ終わってない。耐えてみせる。いやーもうさすがに無理なんじゃないか。うわー。残念、カイモンくんの冒険はここで終わってしまった。結果は剣一本分のダメージだな。どうしたカイモン？いやもう正直トラウマ。はわは。まああれだけのゾンビに追いかけられていたんだから無理もない。博士次早くやってよ。どんな感じで追いかけられてるのか見たい。わかったわかった。じゃあ行くぞ。じゃあ次は俺の挑戦だ。俺が剣一本を消耗できたら同点。二本消費した時点で俺の勝ちだな。そうだね。まあ頑張ってよ。っていうかカイモン、走り回らないでくれ。ちょっとでも動画が盛り上がるように頑張ってるんだけど。そうなのか。じゃあ行ってみよう。よーいどん。さあ、博士がいくつの剣を消費できるか見物だ。でもこうやって見ると、博士が僕を見て笑ってた理由がわかるよ。あ、でも調子いいんじゃない？まあカイモンで一本壊せたんだからな。いつもの動画的にも俺が勝ちの流れだし、二本、いや全部壊すのもたやすいだろ。あ、博士、それはフラグって言うんじゃ。まあそこで指加えてみてな。あ、ちょっと待ってこんなに来るとか聞いてない。ぬわー。そんな流れるようなフラグ回収ある？はい。博士は一本も剣を消費できませんでした。あんなに多いなんて聞いてないぞ。誰がこの設備作ったの？俺だけど。じゃあ博士が悪い。うわぁ、待って、俺の負けってこと？そういうことだね。そう、負けたー。というわけで、今回の5戦の対決は、2対3で僕の勝利。イエーイ、どんどんパフパフ。仕方がない、今回は俺の負けだ。みんなは今回の動画楽しんでくれたかな？正直僕が勝つなんてみんな思ってなかったんじゃない？いや、カイモンが勝つって思ってた人もいると思うが。じゃあ、カイモンくん、重大告知をしてくれたまえ。はい、じゃあ言います。重大告知は、なんとこの度、アサギの研究所の、TwitterX アカウントを開設することになりました。ようやく局長から TwitterX の許可が下りたんだ。これがアサギの研究所初の SNS アカウントになるよ。みんな、フォローしてくれよな。あと、チャンネル登録、高評価、コメントも忘れないでね。それじゃあバイバイ。バイバイブー。